やあみんな、兄貴船長です。今回は創業70年を超える福岡県北九州市にある東海マリンシステムズ株式会社に突撃取材。この会社では75名ほどの海上職員で10隻のタグボートを運航しているんだ。今日はそんな東海マリンの所有船、船内設備、社員の本音を覗いてみよう。それでは本日も出航。東海マリンの船はどのような特徴があり、どんな仕事をしているのだろうか。実際に現場で活躍している船員の方に話を聞いてみよう。タグボートってどういう船ですか？タグボートは緩衝材としてのタイヤのついた小柄なフォルムとサイズに似合わないほどの強力な馬力、操作性の高さが特徴です。当社では10隻のタグボートを保有していますが、その機能や役割に応じて3種類に分かれていますよ。それぞれどんな仕事を行っていますか？ハーバータグは北九州港、長崎港、佐世保港、八代港、仙崎港を拠点に大型船の離着岸の支援や進路警戒を行っています。多目的作業船として使用される近海タグでは、甲板上に必要な資機材を搭載し、外洋で海洋調査、警戒作業、海底ケーブル関連作業、海難救助などに従事しています。当社の近海タグボートには、船を定位置に保つための自動船員保持装置が備えられた船もありますよ。オーシャンタグはタグボートに比べて一回り以上大きく、広い作業甲板と居住区を備えています。洋上での作業基地として海洋調査や洋上支援作業、大型海洋構造物の曳航などを行っています。同じタグでも結構いろいろな種類があるんですね。実際に現場ではどういう働き方になりますか？当社ではこのハーバー作業と曳航特殊作業の両方を行うのが特徴です。メインはハーバー作業ですが、特に近海タグ、オーシャンタグの場合は長期間特殊作業などで外洋に出ることもあります。特殊作業に従事する場合は公害作業手当がつきますし、その間の生活費もあまりかかりませんので、気づけばお金が貯まっていきますね。若手の船員が多いので、どの船も休憩時間やオフの時は結構和気あいあいとしていますよ。ありがとうございます。イメージ湧いてきました。実際に働いていてどうですか？オーシャンタグは他のタグよりもはるかに大きく居心地がいいです。操船や調査作業などの変わった仕事ができるのは面白いですね。ハーバータグは鍛錬して思ったように船を操縦できるようになると楽しいです。結構いろいろな港に滞在することができる点は気に入っています。大変な点や短所を教えてください。船が大きく新造船ではないので整備作業が大変ですね。一旦外洋作業に出たら海洋生活が長くなります。逆にハーバータグは24時間いつでも仕事がある可能性があり、日をまたぐこともあります。当社は福岡と長崎に拠点があるため、北九州の船が長崎や八代、仙崎に行き作業することもあります。逆もしかりなので、海港があるのも特徴ですね。タグ作業だけでなく海洋調査などのサルベージ作業があり、港も複数あるのが大変なところです。しけの時は揺れがひどいので、しけやすい時期は大変ですね。なるほど、生々しい情報ですね。上下船リズムはどうですか？ケースバイケースにはなりますが、一例として港内作業の場合は20から22日乗船し8日から10日休み、港外作業の場合は3ヶ月乗船し1ヶ月休みとなります。ありがとうございます。参考になりました。実際に東海マリンで働く船員の方に感想を聞いてみよう。今回インタビューさせていただいた方々の内訳はこの通りだ。オーシャンタグ、近海タグ、ハーバータグ、それぞれに乗船している人から幅広く意見が集まったぞ。こんにちは、東海マリンに就職された理由を教えてください。私の知人の紹介で入社しましたが、福岡、長崎に拠点があるので地元が近かったり、タグに興味があって入社する人が結構多いですね。入社の前後で感じたギャップはありますか？船によって休暇形態や給料の変動が結構ある部分は意外でしたね。ハーバータグの会社でありながら、良くも悪くも曳航や海洋工事、海洋調査、海難救助など様々な仕事を行っており、ここまで幅広い仕事に携わるのは驚きでした。あと船の揺れは予想以上でしたね。働いていて感じる会社の特徴や雰囲気を教えてください。そう感じている人が多いと思いますが、会社と船の距離感が近いです。比較的船側の意見も反映されているように感じますね。入社当初より変わらないですが、特に海上職員を大事にするというスタンスは一貫している気がします。初乗船までに知っておけばよかったことはありますか？仕事を任せてもらえるようにロープワークはできるようになっておいた方がいいですね。私は英語ですかね、外国船相手の仕事もあるため英語を話せるようにしておけばよかったです。
仕事によっては沖に出るので1ヶ月ほど電波がなくなることは知っておいた方がいいですね。貴重な意見ありがとうございました。東海マリンシステムズ株式会社いかがだったかな。ホームページでも会社や船の情報を発信しているのでそちらも見てみてくれ。会社訪問や求人に興味がある人は概要欄から連絡だ。今回は以上だ。海が呼んでるぜ。